今日も僕はいつものパーカーを着て大切な人を待っている。昔は僕の方が待たせてたけど、ふわふわのパーカーに包まれているから待つのもそんなに苦じゃない。大人になるって不思議だ。釣り網製法でしか出せないふっくら感は袖を通したものだけが感じられる贅沢。秋から冬の季節も、冬から春の季節も、着こなしのシフトチェンジはパーカー一つあればなんとかなる。14オンスのしっかりとした厚み、アンティーク調の真鍮など細部までこだわったディティール、大人の品を保てる程よい緩めのシルエットで、ルーズすぎず、決めすぎず、タウンユースでも街によく馴染む。いい素材のものを長く愛用する。前の僕じゃそんなこと考えられなかった。大人になるって不思議だ。お気に入りの一着と出会ってしまった。ずっとずっと大切にできる一着と。はい、ということでね、映像を見ていただきました。こちらが新しく出たパーカーでございます。あのグレーとかブラックは去年から出てて、グレーが一番最初に出て、去年ブラックが新色で出たんですけど、今年はね、僕今着てるこのベージュが新色として登場してきてます。皆さんどうでしょうか。いい感じでしょうか。最初はねネイビー作ろうかなと思ってたんですけども、ネイビーとブラックってそんな違いないよなっていう話になって、まあ勝手にね自分で言ってるんですけど、違いないよなと思ったから、そうやったらベージュとかやったら、結構例えばアウターにねこういう暗いのを持ってきた時とかもね合わせやすいかなと思ってベージュにしたんですよ。こんな感じ。ほんならまあ暗い印象から、あちょっとなんかこうカジュアルな印象になったりとか差し色になるんかなっていうことで、まあベージュにしたんですけど、それともう一個、これ見ていただいてる方ね、結構奥さんとか彼女さんいらっしゃる方多いから、まあ一緒にあの女性とも着れる色味ってやっぱこの色味かなっていうことで、ベージュでもめっちゃあるんですよ。だからめっちゃ迷いました。あのちょっと辛めのベージュか甘めのベージュかによってもう雰囲気全然変わってくるから、そのちょうど中間取ったんですよ。辛めやったら男すぎるし、甘めやったら女子っぽすぎるっていうことで、ちょうど真ん中で行こうっていうことでね、まあ、真ん中作らせていただいたんですけども、そんな感じで今回このベージュが新色として出てきました。来年新色何にしようかっていうのは考えてないし、もう来年やるかどうかわからんねんけども、まあ、とにかく今年の新色としてはこれでやらせていただきます。ほんでまあ釣り網のことに関しては結構いろいろ喋ってはいてるんですけども、こういったねあのループウィラーとかもそうなんですけど、こう釣り網っていう機械でね作られてるのがあるんですよ。でそれがね昔の機械で作られてるので、まあ、これもねループウィラーって言って、ループウィラーっていうのは釣り網って日本語で言うことなんだけども、日本語で釣り網っていうのであの作ってますよっていうブランドでね、ループウィラーっていうのがあったりするんやけど、僕もねスウェットは全部あの釣り網で作ってて、もともとループウィラーが作ってたところで作ってて、まあ今ループウィラーは違うところで作ってるんですけども、そこでね、制作しております。でしかも生地は一番分厚いやつで作ってるので、これ以上分厚くなったらフード乾きませんよって言われるぐらいの、分厚さで作っております。まあだから釣り網って結構ね T シャツとかでも作ってはる人多いんやけど、 T シャツよりも生地が分厚くなればなるほど、こうふっくら感とかこうふわふわしてる感じっていうのがね感じやすいので、できるだけまあ分厚くした方がいいなって僕は思ってて、まあ作ったんですけど、まあそれがね人気で今のところ3年ぐらい続いてますけども、人気なくなってね、どうもこうにもニッチもサッチもいかんなって言ったらやめるとは思うんですけど、まあそういったことで作らせていただきますので、まあ釣り網ならではのふっくら感とかこのふわふわした感じっていうのをね体感していただければいいかなとは思います。でそれ以上に釣り網であるメリットっていうのはふっくらだけじゃなくて丈夫であるってことなんですよ。で引き裂き強度っていうのが、普通のこういったシュプリームとかで使われてる生地ってもう一般的なシンカー網っていう、釣り網じゃなくてシンカー網ってやつがあるんやけども、それで作られてるやつの引き裂き強度の倍あるんですよ。倍強い生地が使われてるか、倍強いんですよ釣り網で作ることによって。だから普通のスウェットでもね結構何年も持つじゃないですか。うちのおかんもね、あの寝巻きをねずっとスウェット着てるんやけども、それをトレーナーと呼んでますわ。トレーナーずっとこれ着てんねんって言ってるけども、まあ、それぐらいスウェットってこう長く使えるっていう感じだと思うんですけど、釣り網に関してはもっと長く使える、倍長く使えるっていうのが数値でちゃんと出てますので、引き裂き強度っていうのが 3.5 キロしかあれば普通のやつはないんやけども、こういう釣り網とか先のループウィラーもそうなんだけど、釣り網は7キロまでこう強度があるっていうことで、もう単純に2倍ぐらいの強度があるんですよっていうことがあって、まあ、それ構造上の理由なんやけども、それを喋り出すとここのチャンネルではできひんから、ジャパンメディアの方で喋りますけどもね、まあそういったことで釣り網機の作られた丈夫であるっていう、まあ、記事が採用されてます。一番わかりやすいのは、例えばこうファストファッションのパーカー買いました、で同じような色味あります、買いました、で普通に着ます、洗いました、一回洗って戻してきたらちょっとどう曲がってるんですよ。洗濯何回も何回も繰り返したらこういう風にどん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 曲がっていくんですよね。それは着心地いいわけないじゃないですか。でなんでそうなんのっていうと、そのシンカー網っていう網機がめちゃくちゃ大量生産できるんですよ。早くバーっといっぱいできるんやけども、
その分その強度が弱いから、どうしてもその洗濯の回ってる間とかに生地自体もどんどんこう曲がっていったりもするし、こういう釣り網とかは生地自体が丈夫やから2回洗って3回洗ってもこう生地が曲がってこないんですよ。ほんまにパーカーをこうやってフュッて置いた状態になった時にこう曲がってるんですよね。だからそれはどうしても安いパーカーとかはなりやすい、その芯皮網で作ったらどうしてもなりやすいっていうのがあるんですけど、まあ芯皮網がだいたい 99%、ほとんどパーカーとかスウェットは芯皮網で作られてると。確かチャンピオンもね芯皮網やったと思うんですけど、昔はね釣り網で作ってたんやけども、これがまあ昔はあの釣り網で作られてたんですけども、今はねもう芯皮網で作られてる生地なんですけどもね、まあそういうあのスウェットってパッて一見は分からんねんけども、あそんな違いあんねやと、あ釣り網と芯皮っていうのがあって、まあもう一個パンプキンでもあったりするんやけども、一応この2つが2大巨頭であって、この釣り網に関しては今もう日本でしかないと。あの高級ブランドのスウェットとかでも一部釣り網のがあります。あのほとんど芯皮やけど、ほとんど芯皮で作られてるから、それそんなに強度あるかなとか、それそんなに高いかなってやつもあったりするんやけども、まあ、そういったことでふっくらしてて丈夫さがありますっていうのが一番分かりやすいお話やと思うんです。でもそれ以上もっと吹っ込んでいくと、表の、生地とこの裏の生地ありますよね。この裏の生地の間にもう一本糸があるので3本の糸で、縫っていってる、編んでいってるっていう話もあるんやけども、この話聞いたくないでしょ。だからちょっと一回やめときますけども、まあ、そういったことで、まあ、丈夫であるということなんですが、じゃあデメリットとは言いながらどういったデメリットがあるんかというと、やっぱり釣り網で編むとね1時間に1メーターぐらいしか生地作れないんですよ。でこれパーカーとか作ろうと思ったら1メーターで作れないんですよ、パーカーがね。だから1時間ゆっくり編んだとしても、あそもそも1着も作られへんっていうぐらいなんですけど、芯皮網の先のスプリームとかチャンピオンの方見てもらったのは1時間にもう何十倍もいけるんですよ。10メーター20メーターとかもっといけたりとかするんで、ほんまに大量生産にこう向いてるんですけど、この釣り網の方はあんま大量生産に向いてないんで、今回僕いつもそうなんやけど毎年秋に入荷して次の入荷は秋なんですよ。だからもう1年間ぐらいかけやんとできないんですよね。なのでまあそもそも釣り網自体が埋まってるしね、あの今から新規参入して入れてもらえないんで、ちょっと例えば在庫なくなりましたと、 S サイズなくなったから S サイズ発注します、はい出来上がるの来年ですってなるから、あんま大量生産には向いてないっていうところと、すぐに届けられる数に限界がある。だからよくループウェラーとかもあのなくなったりしてることあると思うんですけど、なんでそんなことなってんのというと、釣り網自体がその生地が出来上がるのが遅いんで、その分いいものやねんけどもちょっと時間がかかっちゃうということなんで、まあ、これはね皆さんにとってデメリットか分からんけど、機械としてのデメリットというか、まあ、パーカーとしてのデメリットかなと思います。でもう一個ね、この僕が作ったパーカーに対してのデメリットっていうと、やっぱりパッと見た感じのブランドロゴとかが入ってないじゃないですか。多分高級ブランドのロゴとかって入ってたりしてないから、そういうところで言うと、服好きじゃない人からしたらユニクロのパーカーと GU のパーカーあります、で僕のパーカーあります、何が違うかさっぱり分からへんと思うんですよ。やのに値段がゼロ1個違うってなってるしら、こんなもんわけ分からへんけってなってくると思うんで、ほんまに好きな人じゃないとわけが分からへんっていうことが、まあ、デメリットかなと思うんですけど、まあ、基本的にはね僕好きな人に向けて喋ってるから、ある程度理解されることもあると思うんですけど、全員が全員ね理解できるわけじゃないと思うんで、まあ、その辺は仕方ないかなと思うんですが、それがデメリットで、対してじゃあおすすめの人、どんな人おすすめっていうと、やっぱりこう洋服がお好きな方とかね、こういうふっくら感が好き、そして釣り網も好きやでとかっていう方はね向いてるんちゃうかなと思いますし、僕工場見学も一緒に行ったんですよ。視聴者さんと工場見学、あの来たい人タダで来れますのでどうぞって言ってね案内もしたことあるんやけど、ほんまにね好きな方は好きなんで、そういう方には刺さると思いますけど、そうじゃない方には全く刺さらないっていう、もうここまで行ったら服マニアですわ、もう好きとかっていう次元超えてるからちょっとマニアっぽいんやけども、まあ、そういうところになってるのでね、まあ、そういうところで、どういうところかわからんねんけども、まあ、日本の企業を支えていきたいとかね、メイドインジャパンがこう続いてほしいって思う方なんかにはねおすすめかなと思うし、単純にまあいいものを長く着たいっていう方も普通のスウェットより倍強度があるので、まあ、長く着れるんじゃないかなっていうことでおすすめと思っております。だから僕形とか変えてません。もう2年前に出してからずっと形もサイズ感も変えてないので、もう定番をねいかに長く着てもらうかっていうのが、まあ、僕の信念というか僕のあの考えでありますので、シンプルであって高級素材であって日本産である、この3つはもう絶対譲れないんで、まあ、この3つさえクリアしてればね僕としてはみんな満足してくれるんちゃうかなということでね、まあ、作らせていただきたいというのがですね、今回こちら釣り網のパーカーを紹介したという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。